してなんだ、なぜなんだ、なぜだ、どうしてだ、なんでこんな世の中にあった。頑張る人を、あざ悪い正直な人がバカを見る。ネット上では常に誰かをバカにして倍増問が飛び交う中、どうしてこんな世の中になってしまったんだ。今こそ、今こそヒーローが必要じゃん。ヒーローが、ヒーローが必要なんだ。もう一度考えてみるんだ。そのネット上での悪口などなど、自分が小さい頃好きだったヒーローを思い出すんだ。君たちが好きだったヒーローはそんなことをするんだ。しない、しないだろう。なぜ、なぜ今そんな世の中になってしまったんだ。なぜそんな世の中になってしまったんだ。ああ、また首こんななっちゃった。もうなぜなんだよ。いや、あんまなんねえ、あんまなんねえ、あんまなんねえ。どうも皆さんこんにちは、ケンシチャンネルですということでね。はい、そんなわけでね、首、あ、今頃になって首ガクガクになってきたな。首ガクガクのスパイダーマンです。ホコリかぶってますみたいなね、何かっていうとひっくり返るんだよね、これ。こういう顔の向きだっけ、むしろ、むしろこういう向きだったっけ、スパイダーマンってね。おかしいよね、おかしいよね。じゃあそんなわけで今日はこれどこに置こう、これ。俺思わず今回っちゃったけど、今日は買ってきたぜ、買ってきたぜ。何を買ってきたんだと思う？そう、それはみんなのヒーロー、スパイダーマンだい。スパイダーマン買ってきたよ。というわけでね、まあ買いたかった、もう早く、本当はね急いで買いたかったんだけどね、まあ、ちょっといろいろ事情があってね、すぐには買えなかったんだけれども、やっとなんとか手に入れることができましたというのです。あー、これなんかね、結構評判いいぞ、ね、やっぱりこうオープンワールドのゲームで街中を飛びばって動くのがすごい楽しいみたいだとね。しかもさっきも言った通り、今ね、みんなの心の中にヒーローはいるのかと。心の中にヒーローはいるか、みんな。恥ずかしくない？100円玉拾ったら交番に届けよう。恥ずかしくない、恥ずかしくない。正しいことは恥ずかしくない。人に優しくすることは恥ずかしくない。誰かを助けることはとても恥ずかしくないことだから、恥ずかしくないから、偽善と言われても構わない。いいと思うことをしよう、そんな心にヒーローを、ということでスパイダーマンやってね、みんなもね、自分小さい頃こんなね、ヒーローになりたかったなってことを思い出しながらさ、いやでもいいんじゃないよ、本当にいいんじゃないのね。いや、なかなか見れないじゃん、ウルトラマンとか仮面ライダーとかさ、そういうのは大人だったらなかなか見る機会ないじゃない。見ようとも思わないじゃん。でもこういうのだったら見る気になるよね、見る気になるよね。ということでね、前置きはさておき、今日開封の儀の動画ですね。いや、買いに行ったんだよね。まあ別にその特に今回は何のドラマもないよね。まあ、強いてあげるんなら、ちょっとゲームやってるかどうかが分かんなかったね。まあ、北海道、まあ、皆さんご存知の通り、ちょっとね、今やってっかなーゲオーと思って仕事帰りにさ寄るわけだよね。パーってね、いつもだったらでこの横にね、ちょっと早くゲオー行きたいんだけどとか言ってる最中に、横からさ人がスッてさ俺を早歩きで俺を抜くわけだよ。この人も絶対スパイダーマン買うつもりだ、ネット上で人気だから今好評だから売り切れちゃう、この人より早くゲオー行かなきゃとかって、そういうドラマがね必ずあるんだけど、今回は全くなかったね。なんなら人あんまいねえんだもんね。でコンビニとか、そこの近くのコンビニもね、閉店してたんだよ。時短で営業してたのか最初からやってないのかちょっと分かんないんだけど、やってないんだよね。かと思えばちょっと向こうの焼肉屋さんは普通にねやってて繁盛してん、ちょっとそっち見たらラーメン屋とかも普通に営業しててすげえ人いるんだよね。だからいつも以上に人がいるなっていう感じのある中で、果たしてゲオはやってんのかっていう、そういうドキドキの中でね、僕は言ったわけですよ。ね、この話聞いてるみんな全然ドキドキしないね。だって俺これもう持ってんだもん、スパイダーマン。いや、やってたんでしょっていう、そういう決断でしょ、結論が出てるわけでしょ。いや、わかんないよ、まだ。ね、ゲオじゃないとこで買ったかもしんないじゃない。このね、物語のね、終着地点どこにあるんだって言われたらまだわかんないよ。まあ、でもまあ、勘のいい人はさっきお前ゲオの袋持ってたなっていう話になると思うんだけど、まあ、言ったらまあ、やってました。普通にね。うん。で、いやまあゲオ言っても娯楽だから、そのレンタルビデオとかさ、ゲームとかだから、レンタルビデオって言わねえか、今。レンタル DVD なり、ブルーレイだから、
人あんまいないかなと思ったら、そこも結構人いてさ、人いて、あまあね、とはいうものの、まあやっぱりみんなね、緊急時でもまあ娯楽は必要な世の中なんだろうなとか思ってるのに、なんかね、いつもとゲオの様子が違うんだよね。なんか違うなと思って、ね、なんかそれすっごい静かだったんだよね。多分店内の放送かなんかが一切かかってなかったのかな、まあそれはなんでかなのかわかんないよ。なんかその節電のためにやってるのか、あるいはまあ別にただなんとなくたまたま切れてたタイミングなのかちょっとわかんないんだけど、すげえ静かだったなっていうだけの話で、まあそれ以外の特にドラマもなくね、まあでもこのまま開けてもつまんないから、まだこれ話するよ話するよ。スパイダーマンといえばよ、スパイダーマンといえば、まあ昔から映画で何回もそのリブートされてるよね。古いのだと僕が、まあ古いって言ってもそんなに古くないんだけど、僕からしたらね、僕が一番夢中になってたのはあのドビー・マグワイア主演の、スパイダーマン1、2、3まで出てた、あスパイダーマンね、あれなんか友達と見に行ってさ、スパイダーマンって言ったらあの、まあ、相性が、まあ、スパイディとか言う、スパイディスパイディ言うんだけど、その友達ね、だから多分間違って覚えてたんだね、スピーディースピーディーってずっと言っててやっぱ確かにスピーディーな動きだけどスピーディーな動きだけどそういうことちゃうからとかって思って、そういうことを教えなかった俺は別にそんなん指摘するのも野暮だなと思って、スピーディーじゃなくてスパイディーじゃねえのっていうのもなんか野暮だなと思って、うんスピーディーだよね、うんってスパイディーはスピーディーだよねって、うんって何となく少しほんのり濁したりもしてたっていう、そんな話があるっていうことね、そういうことですよ、ね、はい、そんなわけでスパイダーマンにまつわる皆さんの逸話ぜひコメント欄でお待ちしてますとか言ってねえわねえわ、そんなそんな逸話ね、ということで開けていきましょう。でね、まあ今回なんかね、もう見ての通りものすごいね、ちっちゃなねクリアファイルがね特典としてついてるんですよ。見てこれ、これいいじゃんマジで。え、何これ全部についてんの、ゲオ特典、それとも初回生産限定、いやゲオ特典臭いな、それいいっしょ、どうみんなこれ、ういこれを何に使うかって話なんだよね、問題はね。これをわあ、なんかこうやってさ、こうやって置いといたらさ、なんかさ、なんか豪華な感じしない？え、いいじゃん、はい、これをスパイダーマンに持たせる、スピーディーに持たせるとちょっとダメだ、持てないわこいつ。結構ね、動く領域結構あるんだけどなんかね、美しく持てない、すいません。ということで今日、じゃあ開けようか、そろそろね、うん、あるよーって、そういうことですえ、ちょっとこれさ、なんか謎なんだけど、この動画見てる人なんでこれ見てんのねえ、だって別に開けたからって楽しくもなんともないっしょ大丈夫この動画見てて、なんか他にもっとさ有意義な時間の過ごし方ってきっとあると思うんだよね、うん、いいのかな、うん、じゃあちょっとおじさん、ちょっとスパイダーマンのねこう仮面をゆっくりと向いていく、うん、あらららあららあらら、こんなあらわになっちゃって、これね、あらら、これ抜けちゃって、ほら、むきし、しょうもないことやってんじゃないよ。ね、というわけでね、スパイダーマン開けるんだけども、まあ、いつもの通りパッと開けた時にこのね、このラベルがさ、どんなラベルになってるのかっていうのはすごい気になるところなんだけども、今回のスパイダーマンに関しては、おそらく赤いラベルに、この白抜きで、白文字でスパイダーマン、書いてるか、あるいはね、ひょっとしたらこのね真ん中の雲の柄がドンってある可能性がある、どっちか決めなきゃね、そのどっちかだと思うわ。さあ気になる正解はでででおいおい、ちょっとなんかいろいろ落ちちゃったけど、はい、というわけで、ちょっと待って、なんかこうやってさ正解出したことって過去にないんじゃない、俺当たったよ、これがここにあるよって言ってたよね、当たったわ。まあ結構想像しやすいところであるんだけどね、うん、ひっくり返って入っちゃってるよねこれ、直そうかね、よいしょ、パッて開けた時にさひっくり返ってたわけだから、なんか絵的にもあれよね、うまく編集してさ、わあ当たってる、やりました、もういいかで、ちょっと待ってね、なんか出てきたぞと、よっこいしょっと、
シーズンパスのご案内のビラが入っていたのと、あとはまあ初回生産限定特典の、まあ、ゲーム内で使える、スパイディースーツセット、ね、スピーディースーツセットがとかのコードが、ね、入ってましたよというところです。いやーなんかでもね、このね、このこっちのね、この絵とかもかっこよくね。いやこれモノクロなんだけどさ、モノクロっていうかなんかカラーではないんだけどさ、かっこいいな。なんか僕結構その昔さ、アメコミのフィギュアとか集めるのすごい凝ってて、凝ってたっていうことではないんだけど、スパイダーマンもそうだし、あとはスポーンっていうのが昔流行ってたんだよね、アメコミのフィギュア。それはすげえ家にあったわ、めちゃあった。で、あとね、パペットマスターってみんなわかるかな、すっごい昔の映画なんだけど、あれのね、フィギュアもね、ちょっと好きでね、ブレイドだっけなって思ってたんだよね。どこ行ったかって言われたら、もう引っ越しのタイミングでもさすがに捨てたよね捨てたよね、なんか使わなくなってて、なぜかこいつだけはね、なんかこう、重りになるんで、なんかね、重り用としてこう置いとくのにね、なんかパカって開いちゃう箱とかあるじゃん。その上に乗せておいたら、まあ、絵的にも悪くないし、箱の蓋にもなるっていうので、なんか取っといてるみたいな、そんな話なんだよね。こんな話聞くためにみんな今日来たのか、ここに来たのかということで、スパイダーマン楽しんでやっていこうかなと思います。実況動画もですね、多分出すと思います。ただまあ時間とかの兼ね合いもあって、たっぷり全部クリアまで絶対やりますってちょっとごめんなさい、もう今の段階多分言えないと思う。ちょっとね、後が控えてるものがすごいあるので、ただ皆さんにスパイダーマンのなんかこう魅力みたいなのゲーム実況動画を通じて、お伝えできたらとは思っておりますので、そちらの方よかったら期待しておいてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。皆心にヒーローを。じゃあね。